すなわちヘリクスだということです。これ答案書いちゃダメですからね。ヘリクスとかね、アホだとかバカだとかもちろんダメですからね。答案書いたら落ちはしないと思いますけど、かなり心証悪くなってね、ひょっとしたらね、というのもありますからね。答案は余計なこと書かないでくださいね。僕はレジュメなんか書いてるだけですから、ね、はい、話戻しまして、ヘリクスであると。よって試験にはあんまり出ないし、僕出たの見たことないですよ。これ過重平均のやつね、普通のやつはいっぱい出ますけどね。普通のこっちの方はいっぱい出てますけど、過重平均見たことないですよ僕ね、あるんですかね。ちょっとあったら教えてほしいぐらいですけど、出たとしてもその試験員はお笑い草になるだろうと。ね、なんていうんですかね、こう試験員さんってね、学者さんであったり、実務家さんがね多分作ってるんですけど、大体学者作ってますよね。で実務家さんがどうだろう、ちょこっと入ってるのかな。最近は僕らが勉強したの20年以上前はどっちも学者だったんですよ。どっちもつか2人が試験にいたんですけどね、学者バリバリだったんで、学者の本で勉強してね、学者のやり方でやればいいんで、学者って結構ねストレートに出してくれるんで解きやすいんですよね。実務家はね結構ね、税理試験って実務家が作ってるんですけど、半分ね、すんげえ解きづらいんですよね。問題作り慣れてないからすんげえ解きづらいんですけど、それいいんですけどね。もしね、仮にですよ、これ出しちゃったら、これ要するにヘリクスなんで、はっきり言って。ね。ヘリクスなんですよ。だってヘリクスでしょ、だって。ね。マイナスになっちまってんだから、かけるやつマイナスすればプラスの中からいいんじゃねえかっていう話ですから、これね、要は。ね。要は本当にヘリクスなんですよ。ね、言ってみたらね。そう。で、このヘリクスを出すっていうのは、あんまりね、よろしくないですよね。なんちゅうの？問題作った人のこの独りよがりみたいな感じになるじゃないですか。言ってみたらね。だから、あんまりいい問題として後世に残らないんですよ。要は。ね。やっぱり、いい問題作ると、後世に残りますよね。後世っていうのは、弟子ね。学者の場合は弟子がいますからね。そう。で、弟子に残ってくるんですよ。その問題ね。で、おそらくですよ、僕は学者じゃないんで分かりませんけど、おそらくね、なんだ、試験員とかされてたすごい偉い学者さんのレベルになるとですね、多分弟子にもですね、自分の問題の、なんていうんですかね、ノウハウみたいなの多分継承してるはずなんですよ。だからね、いい問題はやっぱ継承されますよね。だから、なんていうんですか、あんまりね、くだらんさは悪いけど、ね、どうでもいいような、なんだこれやみたいなね、なヘリクス言ってんのみたいなのは、出しませんよね、普通は。普通はですよ。ね。出すときもありますから、どうしようもないんですけど、どうしようもないですかね。ちょっと、そうや、どうしようも言えないんですけど、